ショチピリの石像、メキシコ国立人類学博物館像をショチピリは、アステカ神話の神。ナワトル語で、花の気候子を意味し、放送の神々の一人であるマクイルショチトルと近い関係にある。ベルナルディのデサー軍によればショチピリは、精進機関を守らずに成功を行った者に、自、性病、出来物などの病気を罰としてもたらすとされるが、その一方で花、踊り、宴会、 若いが、ゲームなどの守護神でもある。法上神としての性格もあり、若いトウモロコシの神である神手を取ると近い関係にある。15世紀末から16世紀初めのものと推定される初期ピリの石像が残っている。この像は、メソアメリカのものには珍しく、本来の石の形を残さずに、写実的に作られている。この像の獅子は、様々な花に飾られているが、 これらはいずれも幻覚性植物である、おろりウき、タバコ、しにくいち、マジックマッシュルームなどと解釈されている。アステカ歴では、流絶乱の女神である、マヤウェルと共に一の草のトレセーナを司る。またシウッポワリのテクイルイトントリにショチピリの祭りがあり、そこでショチピリに噴した人物がイケニエにされる。ありがとうございます。